日本ハム宮西直樹投手38と玉井大将投手31が21日に放送されたフジテレビ「ジャンクスポーツ570」に出演昨期話題となった新庄監督がデザインした接骨ユニフォームについて言及する場面があった番組では新庄監督がプロデュースしたサードユニフォームが話題となると宮西がちょっと今までにない襟付きのデザインで 僕たちも最初は何じゃこりゃと思いましたとぶっちゃけ赤と黒を基調に襟付きでパンツは左右非対称という斬新なデザインはネットでも賛否を呼んださらに宮西は若い選手ならいいかなと思うんですけど僕は結構年着てるんでこの感じのユニフォーム正直きついなぁと思ってたんですけど意外に着てみたら似合っていたとコメント 玉井も選手の間でもちょっときついなって話になってたんですけど結局は監督が一番似合ってました最終的には評判もよくて意外とありじゃないって感じに変わってきましたと話したここで MC の濱田雅利が「このユニホームどう思います?」と他球団の選手に聞くと「オリックスの阿部はないですね」投げていても正直投げづらかったとコメント ロッテマスダは「なんか草野球」みたいで対戦してる感がなくてと話し笑いを誘った続けて浜田が「さすがにこのデザインはジャイアンツにはないでしょ」と振ると巨人の大城は「絶対にないですね」「ジャイアンツは真摯たれなんで」ときっぱり否定この発言に宮西が「いや襟付きは真摯ですよ」とアピールすると再びスタジオに笑いが起きた 私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです番組内では他球団の選手に不評でしたけどこのユニフォームを着ていた時の勝率が良かったこともあってファンの間でも結構受け入れられ始めていたんですよね番組の最後に宮西が浜ちゃんにぶっこんだの良かったな W「尼崎の人間が荒っぽく見られるのは浜ちゃんのせい」って W 待ってたんだよ、宮西と浜ちゃんの共演個人的には今のブルーが好きですでもこのユニフォームの時は勝率がとても良かったからこれはこれでありです要は勝てるなら何でも OK ってことですね笑い腰やアリエルは似合ってたな若い選手は服に着られてるような感じが多少あったけど誰だったか 肌触りや着心地が良いって言ってた選手もいたんじゃなかったかな。このユニフォーム、何気に勝率良かったよな。最初小ばかにしてたガソスタ呼ばわりがだんだんポジティブな意味合いになってたな。アリエル・マルティネスが一番似合ってた監督だけ年中あれを着たらいいんじゃね。結局着せられてただけだろ。